んにちは、デリッシュキッチンです。カゴメの提供でお送りします。かぼちゃ8分の1個は種とワタを取り、食べやすい大きさに切りましょう。レンコン1個は縦に4等分にし、1センチ程度の薄切りにします。しめじ2分の1パックは根元を切り落とし、小房にほぐしましょう。エリンギ1本は縦に2等分し、1センチ幅に切ります。カゴメ濃厚粗ごしトマト1缶を用意し、耐熱ボウルに入れます。塩小さじ3分の1、胡椒少々、オリーブオイル大さじ1、水大さじ3を加えて混ぜましょう。そこに切った野菜を加えて、さらによく混ぜます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで6分加熱しましょう。一度取り出したら全体を混ぜます。ふんわりとラップをして、もう一度600ワットのレンジで6分加熱して完成です。濃厚なトマトの旨味でコクのある仕上がりに。以上、デリッシュキッチンでした。